ち実況パート4かなになると思います。私今回使っていく武器はこちら、バリスタですね。バリスタを使ってサーチやっていきたいと思います。スナイパーのサーチって意外と難しくて立ち回りとかも考えなきゃいけないんですけど、まあ、どちらの方も頑張ってやっていきたいと思います。この辺とかね最初いるんだけど、ナイスキル。攻めてこないね。いないもんね。そこにいればなんとかなるんだけど。ここね。あと何人？3人。はい、ナイスキル。後ろ見るよ。あ、待って、ぶねぶねスナイパーの感度でアバカンは無理。結構厳しい。お、ナイスキル。おお、マジで。そりゃ当たるわ。バリスタで結局キルしてねえな。バリスタ使ってんだからバリスタでキルしないと。よし、お、最悪。うまい。めっちゃ突ってきたの。まあ、そうなるかな。あそこに一人いるってことは分かったから、最初開幕あそこ見ますね。そうだね。まあ、そうなるわな。うわ。これさ、パート2と同じ名前になっちゃう。これ死んだら抜ける死んだら抜けるクズとかいう。どっち？敵。あ、待て、危ない。逃げる。うわ、最悪。するぜ。目標
スナイパーだからな。ちゃんと使おうか。厄介なとこに落としちゃったな。こいつは論外。仕掛けてドンマイ。うわ、ダイヤのサプレッサー、こいつヤバくね。ダイヤサプはヤバい。ナイス。エグすぎだろ装備が。あー強プチついたね。挟め挟め早く。バッカじゃねえの。半キラ半キラ。ナイスオッケー。え、もう論外。ナイス。こいつが上手すぎる。上手すぎる。
した。それではさよなら、バイバイ。